北野駅は福岡県久留米市北野町今山にある西日本鉄道天城線の駅。駅番号は A08 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。終日駅員配置。駅舎と直結した1番乗り場が宮野陣方面に行き、構内踏切を渡ると2番乗り場で天城方面行き乗り場であるが、両方の線路から宮野陣方向。 天城方向どちらも出発できる信号構造になっている。かつての当駅折り返し列車は宮の陣方面より通常本号、天城行が発車する駅本屋の向かい側のホームに到着、そのまま転線することなく宮の陣方面へと折り返していた。にもか導入まで駅本屋の向かい側のホームに定期券専用の校舎用臨時改札口が設置され、 朝8時25分ごろ到着の列車に限り、開放していた。これは三井中央高等学校の通学生への措置であった。2019年度の1日平均乗降人員は1524人で、宮野人駅を除く西鉄天城線の駅としては、最多の利用客数である。各年度の1日平均乗車及び、乗降人員は、下表の通り、旧北野町の中心部にあたり、 住宅が多い。駅前には商店街もある。また、西鉄バス久留米の北のバス停も近く、徒歩1分で行ける。旧三井郡北野町八巻の北野町志士によると、三井電気機,機動開業時には、十郎丸駅との間に、秋吉島へ中北野の,の各駅があったとの記述がある。ありがとうございます。